レッツライトニングトーク劇団ランドリーです。5454と、5454と書いてランドリーと読みます。もう一回言いますよ。5454と書いてランドリーと読みます。今回感激三昧のね、カンフェスでは、トーンという作品をね、上演しております。嘘、周波数、黒板、この3つのキーワードだけをね、思って見てください。5分見て面白くなかったらもう見なくていいです。絶対に引き込みますので、まああと劇団ランドリー知ってるお客様、他の団体さん見てください。素晴らしい団体いっぱいいるんで、どうもありがとうございました。5454と書いてランドリーと思います。ランドリーです。ロゴはね、こんな感じになってます。見えます？あと20秒あと20秒レッツライトニングトーク。本編にこのような人間は存在しませんね。出てこないので、スッと見えると思います。ありがとうございました。まだあるんじゃない？5454 ゴシ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 です。ありがとうございます。